今週のおまけです今週のおまけは磨き猫さん男性四十代東京都の方、えー、西田先生こんにちは十一、えー、月二十八日のテレビ朝日朝までテ生まテレビで竹中平蔵氏が緊急財政の緊縮財政の愛さと MMT を認める発言をしていました、えー、竹中平蔵氏は発言と行動が違うので信用ができないのですが西田先生はどのように感じますか えー、ということで同じような質問をですね、えー、北宮さん、えー、男性20代東京都の方からもいただいています。えー、実は私ですねその後、えー、何かブログニュースか何かでですね、えー、あのそこのことをですね知ったわけです。驚きました。驚きました。そして言ったことはですねそのブログニュースによりますと、えー、要するに、えー、間違いだったと緊縮財政はと我々も間違いを認めるべきだと。 いうことをですね、えー、あの潔く認めておられまだ、まあ、その分においてはですね全く私はああああ立派ななもんだなと思っています、えー、そして、えー、早く認めるべきだと財務省もということなんですが全くその通りなんですけれどもあの皆さんがたと同じようにこれには裏があるんじゃないかというふうに、えー、考えられるのも分からないんじゃないです。というのはですね そういうことを言いながらもう片方で要するに MMT を認めたと,ということはですね、緊縮財政、えー、はだめなんだということを認めたということですけれども、逆に言えば、えー、その逆さまやるということは財政出動でありますけれどもね、財政出動というだけじゃなくて、そもそもの思想の話なんですよ。あのじゃあ、何に使,使ってもいいのかと、えー、つまり、MMT が言ってるのはですね、 えー、お金は自国建て通貨で、えー、この国債発行して予算化する限りにおいては、えー、財政出動によってですね、えー、お金使うといっても全部国内に使うわけですから、えー、その分は国内に回るだけで話であってですね、えー、この金融破綻はしないと財政破綻はしないということです。で何じゃあ何に使うかというのはそれぞれ思想にあるわけですよ。 でその思想というのがですね何かというと私は形成催眠ということをずっと言っているわけですね。寮を納めねあの民をめ民救ううとということですよでそ,のそのためにお金を使う。例えば、えー、今日の「西田ビジョン」でも申し上げましたけれども、えー、少子化、えー、これを救うためにはですね、まあ、一番大きいのは、えー、給料が上がらないのと、えー、それから養育費教育費が 増えたことによって子供を育てるだけのですね負担を一、えー、人は、えー、なんとかでもう二人三人となればですね大学系もやれないからもう子供物、えー、ためらっちゃうとまあ、こういうことが裏にあったりするわけですねだからそれを作ってきたのは一体何かというとまさに自主的な、えー、この給料カットですよね実質賃金を下げる政策でそしてそれは何かといえばいわゆる、えー、この新自由主義ですよね。 TPP も RCEP もそうなんですけれども,もう今や WTO というです、ね、ルールを超えてこの価値観も含めです、ね、世界全部同じにしちゃうんだとでいうことがです、ね、当たり前のようになってそのことによって世界がみんな人類生き生きできるようになればです、ね、経済活動が増えてよくなるんだろうというような発想が。 世の中に蔓延してるんですけれども私はそうは思わないんですねでそ,れそれやっちゃうと,、えー、自,分と自分たちの、えー、それぞれの国の文化っていうのが潰れちゃうとで特に文化以前にですねそもそも日本はものづくりで、えー、世界を、えー、中で、えー、この国を建ててきたわけです、えー、一国独立してきたわけですでところがその国づくりの一番の元の製造業が完全に海外に移転しましたよね。 で昔は日本で作って物を海外に売るという形だったんだけれども今は物を作るところから海外で作って海外で売ってるわけですよ。で企業にとってはですねそのことによって安い労働力で物を作ることができるので労働力の安いところでも安い製造コストで物が作れますからそこで物を売ることができるわけですよね。 で自分の国日本で作っていたらアメリカヨーロッパには売れてもですねこの後進国には売れないわけですよねだから後進国で物を作って物を売り出してくると後進国にも売れるで人口も圧倒的にそちらの方が多いですから圧倒的に利益は出るわけですよ生産台数売上台売上台数が増えますからねしかしその結果どういう何が起こるかというと確かにその国の例えば中国ですよね 中国ベトナムでは経済良くなったかもしれないけど日本の労働者の賃金はどんどん抑えられ続けるわけですよね国内の利益が海外に移転してしまっているわけですでこういう政策が自中主義でまさに竹中さんたちが主導してですね行ってきたわけですよで今財政出動をしろという話をされている部分はあの確かに MMT が正しいんだと。 言われることはそれで結構なんですけれどもそもそもですねこの MMT 財政出動はいくらでもできると言うんだったらじゃあ何をするのかと,というとですね、えー、先ほど言ったように要するに経済催眠政策ですよ、えー、この所得が低くて子供を産めないと学校をやらせられないそういうところにお金をですね財政出動で手当てしてあげると。 で、そのことによって将来の子供を産むこともできるし、将来のその方が消費者になり、労働者になるわけですね。で、国の活力になってくるわけです。で、それは税金じゃなくて将来税金という形で、おそらくですね、えー、経済が大きくなってくると税収が増えるでしょうけれども、今は税収の関係なしに、えー、国債発行でできるわけですよ。で、そのできるという、その、えー、この魔法の杖のような、えー、この 力を持ったですね MMT を何のために使うのかというのがこれから政治家が一番問われるところなんですねですから竹永さんの話で言うと、えー、彼が MMT を認めてくれるというのはそれはそれでいいですけれども実際問題じゃあその MMT を使ってですねどんな国にするのかと,といった時に彼が今までやってきたことと私がやろうとしていることとはですね随分この大きな隔たりがあると思うわ,思うわ,思うわけですね。 でそれは何かというと、えー、経済の現実を竹中さんもようやく分かってくれたかもしれないけれども、我々が目指すべき社会というのが何なのかと,というのを、こ、えー、の立つ位置が違うからなんですね。で我々が目指すべきは要するに、えー、日本国民が日本国民として、えー、自由で平和で安全でそして豊かになれる次の世代に、えー、安心してこの国をバトンタッチできる仕組みですよ。 でそのためには安全保障はもちろんですね自国の文化をしっかり守っていくということは当然当たり前の話なんですですからそういう意味で言うと、えー、いわゆる、えー、このグローバリズムとはですね一線も二線も隠しているところがあるわけですね、えー、だからその辺のところが、えー、竹中さんがどのように考えておられるのかというのが全く見えてきません、えー、そしてまた今 いわゆる菅総理のもとでですね、えー、またもや財政ブレインのようになっておられるで。そして言ってるのはですね、えー、どうも、えー、このいわゆる中小企業なんかでもですね、えー、この依の補助をすることによって、えー、この新陳代謝が進まないんじゃないかと。要するに弱者は出ていって入れ替わってくれという発想ですからね、えー、そういうことを言ったり、えー、あの地方の銀行の数が多すぎると。 いうことを言ってやっててやみたりです、ねまあ、その彼らが言っている話はまさに競争原理主義なんですよねで競争原理主義ももちろん、えー、大事なところではありますしかしそれだけではですね世の中は持たないとで競争原理主義を超えるですね競争原理主義では救えないまた、えー、そこから落とされてしまった、えー、それでは成し得ない そのことができるののが財政の力なんですよでそしてその財政の力には、えー、MMT という理論が分かっていればですねこれは無限にできるんですだからそのできる力を持った我々は一体何のためにお金を使うのかとでそれが単なるですね、えー、経済成長というのでは、えー、やっぱりこれは話にならないんですねそうじゃなくて我々日本人が幸せに生きるための、えー、ものそれは何かといえば一つは家族であり ふるさとであり、そして国の安全なんですよ。で、その三つのものをですね、しっかり我々があのもう一度、えー、確保するためにこの財政出動長期計画こういうのを作っていこうというのが MMT の本来持っている発想なんですね。ですから、まあ財政の財政であの金融あの緊縮財政がダメだというのを分かっていただいたことはありがたいですけれどもね。その先まで我々と同じ意見が おっしゃるのか、私もまだ見えないというところであります。ということで、今週のわけでした。